それでは法政大学行ってみたいと思います。今日の問題は4問、もちろん皆さんには1問ずつ解いていただいて、そして1問ずつ解説を聞いていただく、そして重要な情報は一番最後にまとめますからね。まずは皆さん問題解くことの解説を聞くこと、そこに専念していただけると嬉しいかと思います。ということで頑張っていきましょう。では皆さん問いの1番いってみたいと思います。選択肢は8択ですからね。制限時間10秒でお願いいたします。ではどうぞ。さあ皆さん、空所の左側にはシュットという助動詞がございますので、後ろは動詞の原型ですよね。で皆さん、選択肢の中に動詞の原型見つけられるんですが、ちょっと多いんですよね。3、4、8、まあ、どうしようかなとちょっと思うんですが、まあこういう時もちょっとしゃあないなと思って、番号を若いところから選んでいただけるとよろしいかと思います。ですからひとまず3番の B 動詞を置いていきますね。で皆さん、シュット B と来ましたので、後ろの品詞が決まりますよね。そうです、 B 動詞の右は形容詞で、選択肢の中で形容詞はどれですかと言われたら、5番のパニッシュですね。で皆さん、もちろん B パニッシュということで受動態が成立してますよね。そして皆さん、選択肢の2番 IF を活用しますね。つまり IF は接続詞ですので、少なくとも後ろは SV になるはずです。で皆さん、ちょっと色限界ですから色分けさせてくださいね。で皆さん、選択肢の中で主語はどれですかと言われて、皆さんこれも善意でバッチリですね。そして動詞は4番か8番ですが、皆さん7番と8番で熟語が見えてますよね。ですから they fail to 不定詞、もちろん fail to 不定詞は V しないとか V できない、そういう意味の熟語でしたね。で皆さん、念のためもう一回色を変えさせてくださいね。で皆さん、動詞の原型を置けばいいので、選択肢4番ですよね。で皆さん、プロテクトを守ったよ、もしくは保護したよ、誰をということですので、他動詞ですので後ろは目的語が必要で、もちろん余ってる表現はチルドレンしかおりませんので、ここに置いてバッチリですね。で皆さん、ひとまず完成なんですが、皆さん色分けしてるのはちゃんと意味がありますからね。つまり並べ替え問題というのは、どの順番で並べていったのかを見直すのが重要です。ですから後で見直した時にですね、一体どっからいったのか、それを色分けして分かりやすくしております。つまり第1段階で考えたことはオレンジ、そして第2段階で考えたことは青、そして第3段階で考えたことは緑、こういう順番で考えたよということを示しておりますので、参考なさっていただけると嬉しいかと思います。ということで正解は Should be punished if they fail to protect children。 これでバッチリです。それでは問いの2番でございます。こちらも皆さん10秒間で考えていただけると嬉しいかと思います。ではお願いいたします。さあ皆さん、これは文頭を見た瞬間に仮定法だと判断できそうですね。 if があって sv 過去、しかもそれが was じゃなくて were になってますよね。ですから仮定法過去ということですので、皆さん後半は s プラス助動詞の過去プラス動詞の原型で、皆さん選択肢の中で主語は絶対2番ですよね。そして助動詞の過去は4番 ult、 そして動詞の原型は6番 do、 そして皆さん do と言われたらしたよー、なーにょーということですので、他動詞ですから後ろに目的語、まあ、つまり名詞が来るはずですよね。で皆さん、名詞ということですが、皆さん3番 you はちょっと違いますよね。皆さん you を置いてしまうと、皆さんこの do のするの目的語が人になっちゃいます。人をするできないんですね。ですからすることができる名詞と言われたら thing ですので、こちらに置いておきますね。皆さん気づいてるかと思いますが、1番のさっちの後ろの語順要注意ですね。つまりこの語順でしたね。さっちの右側は冠詞、形容詞、名詞、これ皆さんそのようなうにゃうにゃということで、冠詞は5番の上がりますね。そして皆さん、形容詞と言われたら8番 dangerous ですから、such a danger thing、 こういう感じになるかと思います。そうすると皆さん残ってるのは you しかおりませんので、残った空欄のところに you を置いて OK です。これで if I were you ということで、もし私があなたならという仮定法の内容もバチ
ですから正解は If I were you, I wouldn't do such a dangerous thing。 これでバッチリです。すみません、トレさんは行ってみたいと思います。10秒間でお願いします。さあ、並び替え問題で文頭に名詞が出てきた、それは主語と判断していただいてよろしいですからね。ということで、さ、後ろは動詞なんですが、皆さん選択肢の中に動詞がいろいろあってですね、これ困ったって感じになりそうですが、皆さん後半に to 不定詞があるということを考えると、皆さん arouse がいけそうですね。そうです、 arouse ときたら後ろは目的語 to 不定詞で、目的語は to 不定詞することを許す。例えば目的語と言われたら、as という目的格がいますよね。そして皆さん後半は allows us to communicate。 こんな感じで皆さん決まってくると、皆さん先頭に出てくる動詞は助動詞 can いけそうですね。でもちろん助動詞と言われたら後ろは動詞の原型ですので can be ですから、こういう感じで決まってくるはずです。例えば B 動詞の右側と言われたら形容詞ですので、まあ、選択肢の中で形容詞はどれですかと言われたら、皆さん、そうとが言いますよね。ですが、can be thought というふうに置いていただけますと、受動態としても完成です。例えば皆さん、thought。まあもちろん動詞の原型は think でいいんですが、この後ろどうしますかということですが、選択肢皆さん、of と as で何か思い出せますか？つまり、この熟語がありましたね。think of A as B。A を B と考える。ですから sort of as a true ということで決まってきそうです。で、トミさん残ってるのは that だけですので、空いたところに入れていただけますと allows という動詞と can be という動詞、2つの動詞をつなぐ関係詞ということでよろしかったかと思います。ですから正解は language can be sort of as a true that allows us to communicate。 これでバッチリです。それではトの4番いってみたいと思います。お願いいたします。さあ、これは4番のノアが大きなポイントになりそうですね。さあ、ノアという否定の副詞を先頭に出せば、後ろは統治が起こりましたね。でもちろん統治と言われたら疑問文と同じ語順のことですからね。ですから、ノアの後ろは助動詞、主語、動詞の原型。で、皆さん、選択肢の中で助動詞の働きをしそうなのは6番、do。そして、主語はこれは7番の I ですね。そして、皆さん、動詞の原型は1番、agree。ですから、nor do I agree。そして、皆さん、agree と来たら、皆さん、with とセットで使いましたね。ですから、agree with his opinions ということで、同意する。そして、皆さん、あと残ってる2、5、8。もちろん as は前置詞ですので、後ろは名詞がつながりますよね。ですから a person という名詞でバッチリです。ですから正解は as a person nor do I agree with his opinions。 これでバッチリです。さあ、皆さんお疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中でついにつながる情報ですね。まとめていきたいと思います。まずは1番 fail ときたら後ろは to 不定詞でしたね。で、皆さん意味は大丈夫でしょうか？ to be しないとか to be できないという意味ですからね。 to 不定詞ともらう場合は失敗するという意味は罰ですからね。そして皆さん fail 動詞ですが、それの名詞と言われたら failure でしたね。そして皆さん2番仮定法過去出てましたね。形は大丈夫ですか？ if s 動詞の過去形うにゃうにゃ s プラス助動詞の過去プラス動詞の原型で、皆さんこれがちょっとスラスラ言えない方は、皆さん解説動画すでに存在しておりますので、そのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。この後お時間よろしければご視聴いただいてもよろしいかと思います。そして3番サッチの後ろの語順と言われたら、冠詞プラス形容詞プラス名詞で、別によく出るのがそうですね。そうの後ろは形容詞が先に行きますからね。そして4番 A を B とみなすとか考えるという意味の熟語でございましたね。先ほどは think of A as B が問われておりました。ただ皆さん後ろの A as B という形を取る動詞、まあ、think of 以外にあと6つ頭文字を書いておりますので言えそうですね。 regard A as B、 look on A as B、 そして see、 view、 identify、
そして defer to A as B ですね。ですから別にこれぐらいはやっぱ言えてほしいなという感じです。そして5番 allow と来たら後ろの形はもちろん第5文型ですので SVOC で、保護の形は to 不定詞でしたね。もちろんこれに関する解説動画もすでに存在しておりますので、リンク先は概要欄に貼っ付けておきます。で、最後は6番うにゃにゃない S もまた V ではないと来たら先頭否定文で No は VS の語順になりましたね。で、もちろん問われておりませんでしたが、ニーザーも有名ですよね。サブさん、ひとまずまとめが終わりました。改めてご覧になっていただいてですね、もし知らないところがございましたら、この後ノートを取っていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ノート取った後はこれですよね。じゃあ赤シートで隠してスラスラ言える、そこを頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、頑張ってください。